マピッシュの吉田です。今日はハサミより簡単に自然で前髪が仕上がる簡単前髪セルフカッターのご紹介をいたします。ヘアアイロンのような形になっておりまして、ここに刃がついてあります。刃は長年美容師に愛用されているスタイリングレザーが使われているのでとても安心です。モンスターの口を覗きながらカットする位置を決めたら、髪を挟んでそのまままっすぐ下にスライドするだけ。パツンと切れないからカットラインが柔らかく、簡単に馴染みのある毛先を作ることができます。この後実際の使い方を説明していきますね。カットを始める前に前髪セルフカッターの持ち方です。このように親指と人差し指を滑り止めの位置に置いて軽く握るように持ちます。持つ向きはモンスターの目と向かい合わせになるように持っていれば OK です。それでは早速前髪のセルフカットについて説明していきます。ではまず前髪を櫛で自然な位置で溶かしていきます。で前髪と横の髪を分けて、横の髪は邪魔にならないように留めていきます。反対側も同様に横の髪を留めていきます。それでは実際にモデルさんにカットしていただきます。カットする際は一度に多くの前髪を取るのではなく、少量ずつ毛束を取って少しずつカットしていきます。切りたい長さが決まればその場所をモンスターの口を見ながら挟みます。挟んだらその手を根元に持ち替えていただいて、そのまままっすぐ下にスライドしていきます。あ、そうです、上手ですね。そうすると底が切れるので、その横の髪の毛の束を少し取って切っていきます。1回のカットで切れる毛の量はこのくらいです。サイドにつながる毛束は真ん中よりも少し長めにカットすると馴染みます。そうですね、いい感じです。それでは反対側の前髪もサイドにつながるように、真ん中よりも長さが残るように切っていきます。しっかり手を持ち替えて下にスライドしていきます。ご覧いただきました通り、ハサミより簡単に自然な前髪に仕上がりましたね。お子様のカット以外にもセルフカットやお年寄りにも使っていただけますので、ぜひ一度お試しください。